皆さんこんにちは。今日はプログラミング教育が目指すものということで、お話をさせていただきたいというふうに思っています。全部のスライドではないんですが、皆様のお手元に配布資料が配られているかと思いますので、そちらも参考にしてください。で、先に申し上げますと、プログラミング教育で育む資質能力、これは私なりになんですが、結局自分が想定する結論だとか、それから姿、動き、これをね、正確に見通せる力をどうつけるのかということだと思います。もちろん段取りをつけたり、分解をしたり、コンピューターを使ったり、そういう中で、正確に見通せる力ということを、つけていくものではないかなというふうに思ってるんですね。で、今日はその話をしていきたいと思っています。ご存知のように今は、小中高と先行実施、高等学校の、指導要領の解説が先日出ました。まあ、そういう状況のある中で、やはり一番、このプログラミング教育の中では小学校、今まで、全く姿形もなかったのに、一体どうしていくんだいという話を、よく聞きます。昨日というか今日の朝まで松山にいたんですが、松山の研修会でもやっぱりプログラミング教育の研修会、とても、参加人数も多く関心も高く、というような状況でした。これ宗教心の審議のまとめですが、何ができるようになるか、何を学ぶか、どのように学ぶか、社会に開かれた教育課程の実現ということで示された一枚なんですが、ここに真ん中に書かれたこの社会と連携、共同しながら未来の作り手となるために必要な資質能力を育む。まあ、これ社会に開かれた教育課程のことを言ってるんですが、まさにこのプログラミング教育が目指す、ところを示している一端ではないかなというふうに、解釈をします。さらに、この一枚の、何ができるようになるかという、いわゆる資質の三本柱ですね、資質能力の。この時に、ちょうどね、枕言葉がついていて、これもプログラミング教育に非常に関係するなと思った次第なんですね。例えば、知識技能の習得の前に、生きて働くとついてるんです。知識技能は生きて働かないといけない。そういう力をどうつけるのか、これもまさにプログラミング教育で育む力の一つかなというふうに思います。そして、右側、思考判断表現力の育成。この前には、未知の状況にも対応できると書いてあります。まさにその、これからね、先の力を、先の姿をどう正確に見通せるか、まあ、ということに関係するかなと。さらには学びに向かう力、人間性の寛容には、学びを人生や社会に生かそうとすると書いてあります。これも関係ありますよね。まあ、そんなような、一枚だったかなというふうに思います。もう一枚、これは違うページですけども、資質能力の三本柱と、その当時はアクティブラーニングという言葉が前に出てましたが、主体的対話的で深い学び、これの関係を、図にしたものですが、まあ、なんて言うんでしょうかね、いわゆる電磁コイルのように、三つに、全体にこう関係すると。ただ、プログラミング教育で、特に関連するなと思ってみたのは、この小さい字で書いてある上のところなんですね。ちょっとあまりにも小さいんで大きくしてみました。こんなことが書いてあります。2行目から読みますが、習得された知識技能が思考判断表現において活用されるという一方通行の関係ではない。つまり、知識技能がついたからといって、自然と思考判断表現力がつくわけではないということなんですね。後半読みましょう。思考判断表現を得て、知識技能が生きて働くものとして習得さ、生きて働くということがありましたね。思考判断表現の中で知識技能が更新されたりすることを含む。という関係であると。つまり、まあ、知識技能と思考判断表現は、まあ、両輪で、これがいきつ戻りつすると。だそんなような中で、こう、授業をデザインしていくことが重要だというふうに読み取れます。これもプログラミング教育で、目指す、力にとても関係あるなと思って、差し込ませていただきました。これは、もう亡くなってかなり経つんですが、私の恩師です。社会科教育の、先生だったんですけども、山田勉先生。この本、まあ、本のこれ下りなんですけど、35年前ぐらいの本だと思うんですが、考えてみますと、このプログラミング教育が目指す姿だったり、主体的、対話的で深い学びに非常に関係のあることを、当時からこれ言われてるなと思って、引っ張り出してきました。知識の再構成に関する部分なんですが、学ぶということは経験の自己否定だと。で、知識で言えばそれまで持っている知識が、
新しい知識を学ぶことによって否定されているということで、自己否定はもちろん自覚的な過程でなくてはいけない。つまり、あれこれ修正しなくちゃいけないなということを子供自ら自覚的にこう感じなくちゃいけないと。となると、教師が手取り足取りで完全を装った知識を教えていてもそれだけでは学ぶことにならないと。動きのある構造として知識を子供が獲得するためには、どうしても奇襲の知識を自分で修正する経験が必要なんだと。もう、これに尽きるなという感じがするんですが、プログラミング教育でやろうとしていることがね。というようなことで、これも一枚入れさせていただきました。そして、新しい学習指導のこれ、小学校の部分ですが、主体的対話的で深い学びの実現に向けた授業改善。3つの思考判断表現の過程の中に、問題を見出し、解決の方向性を決定し、解決方法を探して、計画を立て、結果を予測しながら実行し、振り返って次の問題発見、解決につなげていく力をつけると。さらに、精査した情報をもとに自分の考えを形成し表現する、目的や状況等に応じて考えを伝え合う、集団としての考えを形成したりしていく。こういうことも、いわゆる、小学校でいうプログラミング的思考ですね。まあ、ここにとても関係するんじゃないかなというふうに思っています。さらに言うと、特にプログラミング的思考と今言っちゃいましたけども、この力は、ここに書いた情報活用能力に、関係するということが指導要領の中で言われています。情報活用能力は言語能力と、まあ、並んで、この学習の基盤となる力であるということも示されていますので、そういう意味では情報活用能力、これからは、講習、教科領域、学年を問わず、全体としてすごく大事な力であるというふうに言います。で、この情報活用能力、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見解決したり、自分の考えを形成したりしていくために必要な資質能力であるということで、かなり前から、この情報活用能力ということは、情報活、三観点八要素であるということが、示されています。まあ、中心は、まあ、この図的に言うと、情報活用の実践力なんですが、右側、情報社会に参画する態度、いわゆる情報モラルを含むようなものですね。そして、小学校で言うと、これまで、情報の科学的な理解というのはあんま関係ないよというふうに言われてきたものですが、まあ、プログラミング教育が入ってきて、まあ、関係ないということもなくなってきたかなと。小学校からこの三観点を大事に情報活用能力をつけていくという話になってきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、情報活用能力の話で言うと、例えば小学校国語科ですが、新しい学習指導には情報の扱い方に関する事項というのが、説明されています。で、まあ、これまでの国語の学習指導の中で、こんなに情報というキーワードがたくさん入ってきたのは初めてじゃないかなというふうに思います。まあ、ここで説明されているのは、情報と情報との関係、それから情報の整理という二つの観点によって、この情報の扱い方に関する事項が小学校の国語の中で説明されています。例えば、情報の整理で言うと、小学校の中学年、比較や分類の仕方。まあ、こういう文言が入ってくると、教科書の中では今以上に、まあ、思考ツール的なものがね、増えてくるんじゃないかなという感じがします。ちなみに、私が、編集委員をやっている某小学校国語の教科書では、マッピングご存知ですかね、中心の概念から線でつないでこう、放射状につなげていく思考ツール。あれが6年間で11回入っています。となるともっと入ってくるのかなという感じがします。それから情報の整理、高学年では図などによる語句と語句との関係の表し方、まあ、言語情報が中心の国語化ですが、映像情報とのこの絡みをどうするかということがもっと色濃く出てくる。で、ここにはね、情報活用能力って書いてませんが、これもうまさに情報活用能力だと思うんです。つまり情報活用能力って言葉を使わないで、各教科にこういう形で、まあ、埋め込まれてきているなという感じがします。まあ、そんなようなことを考えて、これから情報活用能力をつけていく。で、先ほど言いましたように、小学校の学習指導要領には、
この情報活用能力とプログラミング的思考、いわゆるプログラミング教育で、小学校で育む力は、情報活用能力の中に含まれる。ということは、情報活用能力、プログラミング的思考という関係であるというふうな形が、示されています。で、先日、文部科学省の次世代の教育情報化推進事業の成果報告書の中に、情報活用能力の体系表例というのがあって、まあ、ここに、いわゆるプログラミングが入ってるんですね。ちょっとこれあまりにも視力検査のようなので、これ一枚の図を入れちゃうとね、ちょっとだけ大きくして思考判断表現のところをちょっとピックアップをしました。ここで言うと、いわゆるこの体系表例には、思考判断表現等の中に、問題解決探求における情報活用と、情報モラル、情報セキュリティとともに、プログラミングが、まあ、その中の要素であるというふうに示されています。それともう一つ特筆すべきは、ここに示されているように、ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4と、これは、この作った側からすると、小学校、低、中、高、中学校レベルだというふうに示されているんですね。で、これでも小さいので、もっと大きくしましょうかね。ステップ1。例えば、この二つ目の、この青い線でつけたところが、プログラミングに関係するな、というふうに思ったところなんですね。で、例えば、この、ステップ1では、二つ目、情報の概要を捉え、分解整理し、自分の言葉でまとめると書いてあります。これはプログラミング教育の中で、プログラミング的思考を育む中でね、非常に大事な要素だなと思うんですね。で、個人的には、これステップ1なので、小学校低学年レベルですかね。いやいや、小学校高学年でも中学校でも大事だなと思う次第なんです。で、先日、私が入っている東京のプログラミング教育の推進校で授業があったんですけども、小学校4年生ね、避難訓練を分解して、行動を分解して、言葉化するというようなことをやっていました。これまさにですね、このステップ1なんですよね。しかも、まあ、非常に、なんて言うんだろう、切実のある課題かなというふうに思いますが、自分がどこにいるのか、それから防災頭巾をかぶってるのかかぶってないのか、そういうことを分岐をさせていって、安全に避難できるということを考えていくというようなことを、まさにこういう、このステップ1のようにやっていました。有識者会議の議論の取りまとめでは、プログラミング教育で育む知識技能、のところだけちょっとピックアップをしましたが、小、中、高の段階で示されているので、それぞれの、レベル感がわかるかなと思って持ってきました。例えば、小学校では、身近な生活でコンピューターが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気づくんですね。でも、それが、中学校になると簡単なプログラムを作成できるようにすることであったり、高等学校になるとコンピューターの働きを科学的に理解するとともに実際の問題解決にコンピューターを活用できると。まあ、だんだんハードルが高くなっていく様子が、まあ、確かにわかります。で、高等学校なんですが、現行では、教科情報の中で、社会と情報の科学という二つから選択をするようになっていますが、実際蓋を開けると、今8割、2割ですかね。だいたいそのぐらいだと思います。社会と情報が8割、情報の科学が2割。で、プログラミングを主にこうがっちりと扱うのはこの情報の科学、つまり2割の方なんですね。ということに業を煮やしたのかどうかわかりませんが、新しい指導要領では、情報位置を必理修になりました。つまり、もう、どこの学校でもこの情報位置を選ばなくちゃいけない。選ぶ余地がないというのが正確かな。で、この情報位置にコンピューターとプログラミングが入っているので、どこの学校でもどの先生でも情報を教えるときはこのプログラミングをやらざるを得ない状況に、なったということです。で、このコンピューターとプログラミング、どういうことが書かれているかというと、部分的に読みますが、一番上、コンピューターで情報が処理される仕組みに着目し、プログラミングやシミュレーションによって問題を発見、解決する活動を通して、次の事項を身につけるということで、例えば、情報の特徴とコンピューターの能力との関係とか、目的に応じたアルゴリズム、プログラミングによりコンピューターや情報通信ネットは活用するとか、目的に応じたモデル化やシミュレーション、いくつかの、
いわゆるプログラムをするようなソフトを使って、実際に実施をするようなことも含まれてきています。まあ、ある意味大変ですね。続きまして、これは中学校の進学修士導入例です。こちらは、技術分野の中の、情報の技術という一つの、まあ、範疇の中に、領域の中に、いわゆるプログラミングが入っています。で、これもいくつか読みますが、一番上、生活や社会における問題を、ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによって解決する活動を通して、まあ、次の事項を身につけるということで、例えば、括弧3、社会や、生活や社会における問題を計測制御のプログラミングによって解決する活動を通して、次の事項を身につけるということで、安全適切なプログラミングの制作、動作の確認及びデバッグだとか、それから、計測制御システムを構想して、情報処理の手順を具体化するなどのことが載っています。なので、まあ、中学校でもかなり先日ですね、現行の、技術の教科書をちょっと各社の、もう一度確認をしてみたんですが、かなり詳しく、このプログラミングについては、書かれています。まあ、そういう意味では中学校になるとかなり、ちょっと時間数も限られてるんでね、なかなか厳しいですけども、その中でやるというふうになっています。さて、それでですね、問題はこの小学校プログラミング教育なんですが、3月末に手引きが出ました。で、ここには知識技能を思考判断表現、学びに向かう力、人間性等で、この、育む資質能力が書かれているんですが、結局、小学校の場合は、特定の教科がありませんので、教科になってませんので、そういう意味では、教科領域での学びをより確実なものとすることが、結局のところ、大前提になるということです。その中でやる。その中でプログラミング的思考を例えば育む。で、コーディングを覚えることが目的ではないというふうに、確認をされていて、じゃあ何かということでプログラミング的思考なんだと。で、プログラミング的思考は、まあ、皆さんにもこれお配りした資料の中にも書かれているようなこういう力をつけることなんですが、まあ、なかなかこれが、この言葉がね、私も講演でたくさん読んでますが、こう、スッと入ってこない。まあ、ただ、プログラミング的思考をいろいろと、まあ、これからね、ある意味、要素に分けて、強化領域の狙いを、に照らし合わせて、考えていかなくちゃいけないところに来ている。で、そこで、この手引きの中では、学習活動の分類として、6分類、示されています。まず A は、学習指導要領に例示されている単元等で実施するものということで、例えば算数、5年の算数、6年の理科、それから総合的な学習で示されているわけですよね。まあ、この算数と理科の部分では、該当のところは、例示として示されているので、教科書にも何かしら入ってくるでしょう。まあ、そういう意味ではイメージしやすい。ただ B はそれ以外の学習指導要領に示されている各教科等の内容ですよね。これがなかなか難しい。で、C になるとそれ以外の、まあ、学校の裁量。それから D はクラブ活動など。で、E と F は、まあ、いわゆる教育課程外のものですよね。でですね、私は個人的にフィンランドでのメディア教育を、まあ、研究フィールドにしていて、10回ぐらい行ってるんですが、ちょうどフィンランドは、2016年に、新しい学習指導料が出て、日本みたいにですね、これ小学校から、プログラミング教育必修なんですよね。まあ、なので、この3月にちょっと見に行ってきました。で、まあ、こういうことばっかりやってるわけじゃない、ちょうどね、C なのかなっていう例があったので、ちょっとだけご紹介すると、これ何をやってるかというと、フィンランドは、まあ、100% かどうかわかりませんか、ほぼ 100%、日本みたいに教室で給食食べるんじゃなくて、ランチルームで食べるんですね。で、この日直の女の子3人が何をしてるかというと、今日は私たちの書いたプログラムに従って、手順に従って、ランチルームまで行くので、この手順通りに、歩いて行ってくださいということをやって、で、男の子がですね、手順通りに行ったら目の前に壁があって歩けないと。これ歩幅が入ってないじゃんというオチなんですね、これね。まあ、そんなようなことを、まあ、毎日やってるのかちょっとわかりませんけども、なんかこんなことまでプログラムでやってるのかなと思って見てました。で、ちょっとフィンランドの話をしたんで勢い余って少しすると、2016年から新しい学習指導が始まりました。で、
対応の強化も従来の強化の枠の中でやっています。で、日本と違うのは、これ算数と数学なんですね。ですので、小学校1年生の算数の教科書から、毎学年、プログラミング教育に関するような題材が入っています。そこがちょっと違うかなと思います。で、算数数学と言いました。例えば、1年生から9年生までの様子、1、2年生では、O の12のところですが、段階的な命令とそれに続く命令の編成における、児童のコンピテンスの発達を支えること、まあ、直訳するとこんな感じなんですが、どんな感じかなと。で、3年生から6年生は、ビジュアルプログラミング環境で、プログラムの命令を作成するように促す。よく使われているのが、これは日本と似てるなと思いますが、スクラッチでした、やっぱり。あとね、レゴが結構行った学校では使われてましたね。で、よう金あるなと思いましたが、聞いたら PTE 費、いわゆる、それで全部買ってると言っていました。それから7年生、9年生は、問題解決に数学やプログラミングを適用する中で、アルゴリズム的思考とスキルの発達を導くことということで、結構先ほどね、教科情報高、高等学校の、あそこら辺まで一気に行くなという感じがしました。まあなので、小学校高学年になると結構、プログラムをやったり、コーディングをやったりする学校もありました。ちょっと教科書の例を見てみたいと思うんですが、ちょっとぼんやりするんで、これ何書いてあるかと言いますと、左側ページの左側は、帽子を帽子掛けから手に取ってかぶるまでのプロセス。左ページの右側は、鉛筆を削って尖っていたら手紙を書く、尖っていなかったらまた削る。いわゆるね、条件分岐が小学校2年生で載ってるんですよ。いや、かなりなかなかね、条件分岐2年生かと思いましたけども。で、そういうことを使って、右ページはそれに習って自分でこの手順や分岐を考えてみましょうっていう。かなりこれ高度だなと思いましたけど、そんなのが入っています。で、から5年生の教科書、算数の教科書。これ何かと言いますと、左ページは一定のルールに従って自分の駒を動かすゲーム。で、それに倣って今度はルールを作りなさいという課題なんですね。で、右側は旅行費用の表計算。そこまでプログラミングと思いましたが、まあ、そんなようなものが入っていて、これだけ見ると、ちょっと2年生の条件分岐の方が難しいんじゃないかっていう感じはしますが、まあ、いずれにしてもこうやって各学年にの算数の教科書に入っています。で、日本みたいに検定教科書ではないんですが、教師や学校が選べるんですね、教科書。で、2冊3冊使っている学校もあります。ただ、この教科書は採択率 80%。なので、5分の4、フィンランドで5分の4の、まあ、学校が使っているので、お示しをしました。ただ、ソフト教材は結構近いなという感じが、しました。使っているものね。さて、ちょっと日本の状況、小学校の状況に戻りますが、この学習指導料に例示させてられる単元等で実施するもの。これはもう先行実施をしている学校はもうすでに見られたと思いますが、例えば今日時間の関係で一つだけね、算数のこの5年の図形のとこですね。これだけちょっと手引きで紹介されている例を紹介したいと思いますが、正多角形の作図を行う学習に関連して、正確な繰り返し作業を行う必要があり、さらに一部を変えることでいろいろな正多角形を同様に考えることができる場面。というところが学習指導に当たるところですが、手引きの中では、もっと細かく書いてあるんですが、例としては正三角形を書く、長さ100進む、右に120度曲がる、まあ、曲がるっていうか、命令の時は外角ですよね。で、それを3回繰り返すと戻ってきて正三角形ができる。で、効率的に書くと3回繰り返すという命令をプログラムソフトではやればいい。まあ、正三角形ならいいけど、正百角形だと、まあ、この繰り返し命令ないと大変ですよね。で、左側、もっと大きな正三角形、書くときには、200にしたり、300にしたり、長さ変えればいい。で、正六角形、正八角形を書くと、曲がる角度を変えればいい。というようなことを、プログラムのできるソフトを使って、体験をしたらどうですかという例が載っています。まあ、確かにそうですよね。で、コンピューターで動作させる手順としても、先ほどのプログラミング的思考の言葉にのっとって、まず意図を明確にし、コンピューターに動きをどのような順序でさせればいいのか考え、命令に置き換え、組み合わせを、まあ、自分が考える動作を実現できるか考えて、さらに改善をし、試行錯誤するというような、まあ、一連のプロセスが、ここでは示されています。
さて、問題はこの B のところですよね。で、ここの B のところなんですけども、まあ、本当にいろいろな学校で苦慮している様子がわかります。なぜ苦慮するかというと、まあ、最終的にゴールは強化領域の狙いなんだと。でも、ここでプログラミング的思考を育む。まあ、なんて言うんでしょうかね。今までなかったものが刺さってきたというような、やっぱりイメージを持たれる先生もいらっしゃって、で、あんまり条件分岐ってゴリゴリやりすぎると、それ算数なのかって言われるし、かといって、いやいや、でも、作文で書く活動って、始め中終わりだから、これ順序でしょ。そんなの25年前からやってるよっていう話になっちゃうと、まあ、この図で言うと、左側に ずっと寄っちゃうし、だからなかなかこの、両方をこう視野に入れて、真ん中に落とし込むっていうのが、まあ、難しいという話なんだと思うんですね。で、まあ、例えば、ちょっと例を示したいと思いますが、これは1年の生活か、仲良し見つかる生き返りの道ということで、家から学校までの、行き順を、これ、正確にはオゾボットって言ったかな？私は通称たこ焼きロボットってよく言うんちゃうんですが、黒い線のところをこう行ってくれる。ただ、黒い線を行ってくれるので、点々をちょうどオゾボットの、たこ焼きロボットの下にありますけども、左に曲がるとか、一旦停止とかっていうシールがあって、まあ、それがコンピューターの代わりで、プログラムの代わりでね、シール貼ったらその通りにこのロボットが動いてくれると。だから子供たちは、自分の書いた家からずっと左に曲がる、右に曲がる、一旦停止などを使いながら学校に、きちんと行ける道順をもう一回確認をするという感じなんですが、この授業終わってから、この授業者の先生に、ただこれ生活科なので、例えばここの今の場面ね、これ車が往来する非常に危険な道だということであると、まあそこの場面、こう写真で想起させてね、みんなにこう、あ、ここ危ないよねと、ただこのロボットが学校まで行ってやったやっただけではなくて、そういうこともやっていくと、これ生活化としてよかったですねという話をしました。まあ最終的にさっきの強化の狙いがイメージしていかなくちゃいけないので、そういう意味ではそういうことだと。それからこれはアンプラグド、コンピューターを使わない、コンピュータ教育の授業なんですが、6年生の学級活動で、兄弟学年の、下級生に、2年生だったかな、掃除をこう一緒にね、やってあげたり教えてたりしていた。ただ自分たちは卒業する。これから5年生が、それをバトンタッチする。だから、効率的にきれいにできる掃除の仕方をフローチャートに書いて、こうやるときれいにできるよっていうことを、まあ、5年生にこうやりなさいよっていうことを、こう、それこそ分解して言葉化して示してあげる、説明してあげる、ということをやっている場面なんですね。で、これ、アンプラグドなので、この分岐の質と桁をどう見極めるかという、まあ、留意点が残りました。例えば、こんな感じで、時間がある、イエス、ノー。これ、時間があるって一体何分何秒なんじゃいっていうことですよね。で、こういうことが非常に曖昧でも、アンプラグドだと、まあまあ、よしになっちゃう。これコンピューターだと、さっきのね、正三角形、119度だと絶対正三角形作ってくれない。1度でも負けてくれないわけですよね。でもね、アンプラグド負けてくれちゃうんですよ。という、まあ、ただね、今、コンピューターで、当然これプログラミング教育やっていくということを前提にしていっても、なかなかコンピューターの台数揃わないよっていう地域学校もあると思うんです。そういう意味では整備が十分でなくても実施できる、プログラミング教育を実施できる良さはある。ただし、曖昧さを潰しきれない。だからそういうことを踏まえて、アンプラグドでやる場合は、やらなくてはいけない。まあ、ご覧のようにですね、いろいろとシミュレーションをやってみたり、子供たちはね、動作化しながら、曖昧さを潰すという努力も、まあ、していたわけなんですね。で、ただね、曖昧さ潰しきれないって言いましたが、この後の授業終わってからの、子供たちの感想を見ると、いや、こうやって言葉にすると、自分たちが無意識にやってきた掃除、なかなか難しいなっていうことが分かったと。まあ、それは非常に大事なことですよね。さっきの分解をして言葉化すると、あれ、これどうだったかな、こうだったかなっていうことをもう一回思い返したと。さらに言うと、掃除の基本ができてないことが分かったと。まあ、おいおいっていう感じもしますが、そんなことも含めてね、この分解をして5年生に教えようという活動の中で、分かったことだということなんですね。
さて、ここまでちょっと早足で、お話をしてきましたが、結局最初に示しました、想定したことを正確に見通す力、つまりね、想定したことが実際にこう起こるだろうということをきっちりイメージできると一番いいわけです。ただ、やっぱりイメージでききれないものがたくさんあるので、プログラミング教育の中では動作を真ん中に差し込んで、いろいろと試行錯誤をして、あ、こうならない、ああならない、どうしたらなるんだろうっていうようなことをいろいろと分割したり、抽象化したり、一般化したり、組み合わせなどを考えてやりながら、動作化することを考えて、それを適用するということが挟まっているということですよね。ということで、いろいろと、この動作するということは大事であると。ということを考えるとね、想定したことを動作して、例えば猫が動いた動いたやったで終わっちゃうと、この右半分、想定、動作で終わっちゃうわけですよね。でも、特に小学校では、教科領域の狙いがゴールにあるので、そうなると実際が一体何であるかということを考えなくちゃいけない。というこの三角形をどう回していくかということを考えるべきだという話になります。ただね、今日ここにね、例えばお集まりの皆さんは、いい。だけどね、これから先、まあ、強化領域の狙いがゴールなんだから、プログラミング的思考と合わせてやっていかなくちゃいけないって最初からギリギリやっちゃうと、ああ、もう分かったと。もうね、プログラミング教育あんたやって、もう私はいいわという話になっちゃうと思うんですよ。なので、例えば学校でこれからやっていくときには、まず、なんか研修会でね、校内の研修かなんかで、とにかくこう、なんかそのプログラミングソフトを使いながら、楽しんでやる、体験するっていうのはすごく大事かなと思うんです。まあ、お菓子があればもっといいかな。ね。まあ、ビールはちょっと出せないと思いますけども。まあ、そしてね、面白いと思う、こう、実感を、こう、たくさん感じて、その中でね、あ、私4年生だから、そうしたら9月になったら、あれちょっとできるかなっていうようなイメージをいろいろとこうね、膨らませていただくのがとても大事。で、これが A と B。ただし、いつまでもこの A と B ではいけないので、そのうちに教科領域をちょっと見据えて、じゃあこの学年はこの教科でやってみようか。やっぱり最初は A で行こうか。さっきの分類のね。まあそんなようなことを考えながらやったり、プログラミング的思考を育む資質能力の想定、条件分岐って他の学年で何があるかな、みたいなところをちょっと考えてみるとか、そんなようなこの C と D を回していく。で、そんなところで、じゃあうちの学校のカリキュラム、どこにどういうふうにこれ考えていったらいいかなっていうような、まあ、いわゆるプログラミング教育におけるカリキュラムマネジメントって言ったらいいんでしょうかね。そんなようなこの CDE を回すというサイクルに入ればいいな。でも、最初は AB。この図で言うとね。そんなようなイメージで、これから先、2020年度に向けて、アプローチをしていくことを私は進めたいと思っています。で、今言ったC と D のとこなんですが、まあ、実施のパターンとしてはね、これは両方のアプローチあるなというふうに思っています。まず、縦の軸。つまり、体験を通してプログラミング的思考を考えるということを、まあ、それを軸に考えていく。で、これ単発ではダメで、いろいろなところを想定して段階を考えていかなくちゃいけない。一方、横の軸。これは強化の狙いを考えて、当てはめて、プログラミング的思考の何がこの辺に当てはまるな。っていう、まあ、合う内容、合わない内容、きっとあると思うんです。でね、ちょっと先行実施をしているとこがいると、圧倒的にやっぱりこの横の軸から攻めている学校が多いです。なかなかこの縦の軸をね、きっと考えていくというのは、まあ、最初からはなかなか難しいかなと思いますので、まあ、やりやすい方でアプローチをしていけばいいと思いますけども、まあ、縦の軸、横の軸あると思います。さて、残りの時間で、少しね、それをこう、なんていうのかな、外堀を埋めていくような ICT 環境整備の話を少しだけして終わりたいと思っています。これ答申で出ましたところに、まあ、社会生活の中で ICT を日常的に活用するのは当たり前の世の中だと。だから、環境整備していくことが不可欠だよというようなことが示され、今年度から、環境整備5カ年計画が出されたのはご存知の通りだと思います。まあ、特にここでは、プログラミング教育に関係するとこでは、枠で囲んだ一番上学習用コンピューター、いわゆるタブレット端末等ですね。
これが3クラスに1クラス分程度整備と書かれています。3クラスに1クラス分程度っていうのは、児童数600人の学校だと200台、生徒数900人の学校だと300台。なかなかね、というふうに言うと、まあ、講演会でなんかで示すと、っていう声がなんか聞こえてきたりするんですけども、まあ、なかなかね、こういう整備としては、まあ、教育委員会の担当者本当に頑張ってると思いますが、まあ、厳しいところだとは思いますが、順次ね、そういうようなところに、近づいていくといいな。ただそれが、例えばプログラミング教育が小学校で必修化されるとかいうことが、追い風になるといいなと個人的には期待をしています。まあ、下の方を見ると ICT 支援員4校に1人配置などというのもありますよね。なかなかね、5カ年計画ですので、そこに向かって、整備の努力が進んでいるところだとは思います。まあ、ただこれね、タブレット端末の整備動向だとか、プログラム教育の活用実践を踏まえると、一物のことがあると思うんです。で、もので言うとね、もちろん自治体が整備してくれるのがありがたいですけども、ちょうどこのね、パナソニック教育財団の助成、これが当たると思いますけど、外部助成、やっぱりアンテナを広げ、こう、チャレンジ精神をお持ちの学校、先生は、こういうパナソニックの財団のね、助成に応募してきて、トライをして、獲得されるという学校が、ここに、揃っていらっしゃると思うんです。やっぱりものは、教育委員会の整備、それからこの外部助成等の、獲得、そんなようなことも含めての充実、まあ、そして人、今日いらっしゃってる方、リーダーの先生方、そして外部人材も場合によってはいろいろと助けていただくとか、そういうようなことも含めてだと思いますし、そしてこと、授業研究や研修、それからプログラミング教育とかタブレットの話になりますと、やっぱ家庭との連動、まあ、啓発とか、協力とか、そういうことも、これから必要になってくるだろうな。今これ同じ円の大きさに書きましたけども、この円の大きさ、学校や自治体によって、これはまだ小さいよな。これは十分だよなっていうのは違うと思いますので、これから先どこの輪を大きくしていくのか、まあ、それぞれかと思います。ということで、若干ちょっと時間を残して、私の話を終わりたいと思いますが、もし、プログラミング教育等々で、他のところでどんなことやってるっていうようなこと、ありましたら、こちらの方に、アドレスの方に、いただければ、答えられることは、お答えしたいというふうに、思っています。というところで、若干2、3分残して、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。